ケー、任せとけ。オッケー、任せて。ユキちゃん余裕の敵撃破だ。すごいぞ、ちーちゃん無双クマ。頼むぜ、ペラスマ。朝飯前ってな。ユキちゃん余裕の敵撃破じゃ。勝負か。キリねえな。さすが先生。レベル
けが調子に乗ってるクマ弱点に俺に行かせてくれ決める敵がダウンオッケWe'll be right back.
艦隊気圧乗り切るクマ勝負ベルトラ敵ダームの気持ちが強いよしけ来てやあペルソナ敵2体ダウンよしはあ倒せないか知恵チャンスだよオッケーユキコ消えなさいやったね。階段、ここにあったんだ。敵一体を倒すクマ。頼むぜ。勝てる相手クマ敵残り1体クマ注目ありがとうございます。さあ、ついに潜入しちゃった。僕カンジ、あ、や、し、い、熱帯天国からお送りしています。まだ素敵な出会いはありません。この暑い霧のせいなんでしょうか。汗から立ち上る湯気みたいで、胸がビンビンしちゃいますね。やばい。これはやばい。いろんな意味で。確かユキコの時もノリとしてはこんなだったよね。嘘。こんなじゃないよ。またこの声。てか前より騒がしくなってない？この声もしかして被害者しかいないのに
誰の声なのか不思議だったけど、外で見てる連中ってことか。番組流れてることの反響ってこと？あ、今の幹事くん見られてんだとしたら、これ余計な伝説が増えそうだね。まあシャドウなんだろうけど、そんなの普通のやつには分かんないもんな。シャドウたち、めっさ騒いでるコマ。僕が本当に求めるもの、見つかるんでしょうか。それでは、さらなる愛の高みを目指して、もっと奥まで突入。張り切って行くぜ、こら！カンジ君、あれはもう一人のカンジだ、クマ。自分をさらけ出そうとしてるクマ。ユキちゃんの時より危険なカンジ。カンジだけに。カンジと漢字？うお、来るか？サム。
勝負ベルトラ。くそ、倒れねえ。私も負けないよ。
段見っけ。早く進もうぜ。Thank you.
ルトへセルサマないか。
陽介ピーチ、早く取り合ってよ。陽介くそ、誰かなんとかする。ここにもいるよ。敵一体、先制チャンス。勝負。敵がダウン。チャンス。
凌介が調子に凌介くん。はい、しぶとい。やだ、しぶとい。いいぞ、ヨシケ、ノリノリくまね。あら、あ、といっても今ちょうど主が席を外しておりまして、急ぎでなければまた時を改めてお越しくださると。いえ、違いますね。ここはお客様の定めと不可分の部屋。この部屋で全く無意味なことは起こらない。この出会いにも何か意味があるのでしょう。ようこそベルベットルームへ。私はマーガレット。前任が突然不在になったのを受けて招かれた力を司る者よ。主以外の出迎えを受けた人なんてもしかしたら初めてじゃないかしら。ベルベットルームは招かれる客人の心と不可分、景色も住人の姿もその時々の客人の数や定めに応じて主に選ばれ変わりゆく。少し話しましょう。そうするべきという気がするのよ。
それじゃ、ごきげんよう。